どうもこんにちは、プラムです。シナポンです。今回はこちら ZRV のブラックスタイルを試乗させていただいてます。はい、これめちゃくちゃかっこいいですよね。こちらのボディカラーはプレミアムガーネットメタリックですね。大人な赤って感じですよね。そう、すごい綺麗なラメがいっぱい。ああ、なるほど。キラキラしてるね。この間見させてもらった時はもう夕方だったんでね、うん、また色味が違って見えたんですけど、ね、この色味かっこいいですよね。ね、すごい渋いね。まずちょっとブラックスタイルの特徴を見ていきましょうか。はい、まずフロントからいきますね。はい、フロント、まずこの下の部分、ここがブラックになっています。 X グレードもここはブラックなんですけども、あちらは樹脂みたいな感じなんですけど、こちらはピアノブラックになっています。ね、光沢が綺麗だよね。そうそう、かっこいい。で、続きまして横に行きまして、このミラーです。ミラーもブラックになります。どんどん、ね、で、このドアの部分、ドアの部分もブラックになります。で、ホイールですね。一番目に入るのはこのホイールかなと思います。ホイールがブラックなのもすごい引き締まりますよね。ね、かっこいいね。めちゃくちゃかっこいいですこのホイール、ね、これ羨ましいなと思います。で、このサイドシルガーニッシュ、ここもブラックになっています。キュッと締めてる。全体的に、ね、そう、ここの部分もね、こうつながってここら辺全体がピアノブラックっていう感じなんですよね。で、後ろに行きまして、ほんと大人の赤って感じですよね。で、この下、この下の部分がアバンギャルドグレーメタリックですかね。ちょっと名前間違えたら申し訳ないですけども、ちょっとグレーが入ってるんですよね、この下の部分。ちょっとグレーっぽいですよね。で、その上の部分がピアノブラックになっています。ギュギュッと締まっとね。全体的に引き締まってますよね。色味が変わるとっていう感じだね、うん、雰囲気がガラッと変わるね。今日中晴れてるこういったところで見ると、角度によってはこれブラウンも見えますよね。そうやね、うん、見れる。ちょっとブラウンっぽくも見えますね。ね。で、これね、内装のね、特徴はと言いますと、ルーフライニングがブラックなんですよ。ほら、ブラック、ここがね、ブラックなんですよ。オールブラックですよ。内装色もブラックです、うん、シートなども全てブラックになっています。で、こちらは肉なんですけども、肉ですけども、鉱石にシートヒーターついてます。これいいよね。3段階ですよ、3段階。いいな。これ私たちの肉にはついてないんで非常に羨ましいですね。うん、ほんと内装がもう真っ黒ですよね。めっちゃ引き締まって見える。私たち内装色は明るい方が好きだったんですけど、このオールブラックだったら全然ありですよね。重たくないよね。重たくないよね、そんなね。想像と違ってた、うん、ブラックの概念変わりましたね。ちょっとね、ブラックスタイルかっこいいですね、これ。これはかっこいい。めちゃくちゃ欲しくなってます。いい乗り換えたいぐらい欲しいですよ、このブラック、うん、かっこいいですね。それでは今回、街中プラス峠道を走っての燃費計測もいたしますので、最後に発表します。それでは早速試乗編、行ってみよう。さあ、今日は念願の ZRV のブラックスタイルを試乗させていただきます。はい。ついにですね、はい、憧れてました、この ZRV のブラックスタイルです。はい。もうこれ中に入った瞬間全然違いますよね、うん、私たちはノーマルのね ZRV に乗ってるんですけども、そちらは屋根がねグレージと言いますかベージュっぽいようなグレーのね、うん、薄い色なんですけども、こちらはこのルーフライニングがブラックになっています。この質感全然違いますよね、うん、同じ車とは思えない感じがします、この乗り込んだ瞬間、うん、ね、雰囲気が変わるね。雰囲気全然違うよね、うん、
まあ、今日もね私たちの自分の ZRV で来たんですけども、あちらはね屋根が明るい色なんですけども、うん、全然違うよね、うん、なんか違う車に乗ってんのかなって感じさせてくれますよね、うん、いやーやっぱりこうやって走るとこの内装のルーフライニングの色が変わるだけで、うん、全然気分が違いますよね。なんか新しい車の気持ち、うん、そうそうそう、新しい車になんかまた乗っているなっていう感じがします。うん、私たちの乗っているのは内装色はマルーンなんですけども、うん、こちらはもう全面真っ黒って感じですよね、うん、内装も全部ブラックっていう感じです。この質感が本当高級車っていう感じしますよね。ね、黒国産車なんですけどなんか高級車のような感じがします。黒、うん、なんかいいですよね。こういったところもブラックっていう感じです。真っ黒ではないですけども薄いグレーのようなブラックっていう感じですよね、ここら辺の部分も、うん、今日は峠道プラス街中を走ってみての燃費計測もしようと思います。燃費もう真夏なんでね、うん、今もう外気温36度ですよ。暑い、暑いよね、うん、もう15時ぐらいになったら38度とかっていう天気予報でしたので非常に暑いんですよね、外がね。外出んの嫌なんね、うん、こういった夏とかに走ると、うん、この燃費がどれぐらいかっていうのもちょっと気になるところですね、うん、室内がブラックってだけでなんか引き締まってるよね、うん、すごい引き締まった感じするよね、うん、私たちのはねなんか内装が明るいんで開放感っていうのを感じますよね、うん、開放感っていうのを感じるんですけどもこちらは本当引き締まった感じがすごいしますね。そうブラックやからなんか、うん、我が家のがポワーンとした感じの雰囲気を出してる気がする。うん、そうだね、うん、まあ、そこら辺は好みもあるかもしれませんね、うん、以前にねコメントでいただいたことあるんですけどもこちらのブラックスタイル乗られた方で、うんうん、やはりこのルーフライニング天井の部分がブラックだとちょっとね圧迫感を感じるっていう方いらっしゃいました。あ、そうなんや、うん、ちょっと窮屈感というか圧迫感を感じる方も中にはいらっしゃるみたいですね。そういうのになるのかなと思ったけど、うんうん、私個人的にはそこまでは感じんかったかな。シナポン的には感じないって感じですかね、うん、意外とあれって、うん、なんかもっとこうせせこましい感じのイメージになるのかなっていう。そうですよね、キューってこう詰まった感じ、うん、どうしてもね屋根がブラックってなるとそうやっぱそういったイメージはちょっとありますよね、うん、まあ確かに引き締まってはいるんだけどね、うん、私もね多少そういったイメージもあったのはあったんですけど、うん、いや意外や意外これね全然そんな私は圧迫感は感じないですね。うん、どっちかというと本当なんか大人なダンディーな男っていうかなんか高級車っていうなんか夜に映えそうですよね、うん、なんか夜な感じがします。悩んでたけどそうなんですね。私たちは先行予約組で ZRV を契約したんですけども、うん、その時にはねブラックスタイルってなかったんですよ選択肢が。なかった。そう、それが発売されてから、まあ、数ヶ月経ってからブラックスタイルが出るっていうことだったんですけども、うん、もう私たちはね潜在ベゼルに乗ってたんですけどそちらの車検の5年目の車検が近づいてたんですよね。そう、そうどうしてもその5年目の車検に間に合わせたいっていうのがありましたんでだこのブラックスタイルを待っているとそれがね車検が切れてしまうんですよね、うん、一回車検を通さなければいけなくなってしまうんで、そう、まあ、そういった兼ね合いもありましたし価格的にもね先行予約組ってなるとその時はまだ価格がアップしてなかったんですよね。してなかった。そうブラックスタイルになると言ってその時に10万円ぐらい価格アップしたんですよ、うん、この車両本体価格、ね、でそれプラスこのブラックスタイルにするにはさらにプラス15万ぐらいかかりますんで、うん、トータル25万円ぐらい初めよりもかかるってなってくると、まあね車検を通してでもブラックスタイルに魅力はあったんですけど、まあ、価格的なことも考えたりとか、はい、そうあとはねこのブラックスタイルには肉なんですけどもこちら後席にもねシートヒーターついてるんですよ、うん、私たちの初めに出たバージョンの ZRV では肉では後席にシートヒーターつかなかったんですよね。ついてなかった。オプションでもなかったんですよ。なかった。そう後席のシートヒーターをつけるんであれば四駆の選択肢がなかったんですけども、まあ、それがねある程度時間が経ってから肉でもオプションでシートヒーターっていうのをね後席にもつけるようになったんですけども、うん、こちらはブラックスタイル標準で肉でも後席にシートヒーターついてきます。うん、これが羨ましいんですよね。ちょっとね、うん、まあ、もう今はねもう真夏なんで今日も36度とかありますんで、うん、今はシートヒーターとか全然必要には感じないんですけども私たち納車されたのが、まあ、昨年の
11月っていう形で冬場だったんですよね。そう、冬場だったんでシートヒーターめちゃくちゃ重宝してました。うん、そう、たまにね後ろに後席に人を乗せたりとかもすることあったんですけども、まあそういった人にねやっぱりおもてなしと言いますか、そういったので後席のシートヒーターがあったらいいなと思ったんですけど、うん、まあ、さっき言ったねいろいろな兼ね合いがあってちょっとね、うん、ブラックスタイル諦めたんで、うん、でもね憧れはあったんですよね。まあね、ギリギリ前悩みあったね、うん、そう、エクステリアがねめちゃくちゃかっこいいんですよ、このブラックスタイル。今 ZR-V の CM で流れているあちらミッドナイトブルービームメタリック、 あれのブラックスタイルなんですよ、うんうん、あれがめちゃくちゃかっこいいですよね大人な高級感があってめっちゃかっこいい、うん、ZR-V にめっちゃ似合ってるんですよね。うん、私たちが購入したのはホワイトだったんですけども、まあ、ホワイトにもブラックスタイル合うかなとは思ってたんですけどね、まあ、今日試乗させていただいてるのはこのプレミアムガーネットメタリックっていうこの赤色、うん、赤い色のブラックスタイルになります。渋めの赤だよね、うん、これはこれでね大人の上質さのかっこよさっていうのがありますけどね、うん、でもボディがブラックにブラックスタイルっていうのもかっこいいかなと思うんですよね。あ、真っ黒ケッケっていう感じですよ。外装もブラック内装もブラックっていう感じでね、もうブラック好きにはたまらないですよね。男性好きそうだね、うん、高級感あってね、まあ、いかつい感じもしますけど、うん、でも男らしいかっこよさっていうの武骨さありますよね、うんうん、だそういったのもね狙ってたんですけども、まあ先ほど話した理由で、まあ、ブラックスタイルっていうのは諦めたんですけどね、うん、でもねこれ乗りたかったんですよ、まあ、やっとこそ乗れました。確かに、うん、このブラックスタイルはね、うん、もう発売されてますんで、もう納車されてる方もちらほら出てきてるんじゃないでしょうかね、うん、もう今8月ですんでね、うん、これ乗られてる方羨ましいなと思います。オールブラックの人いるんやろうね、ま、うん、いるでしょうね、うん、だ街中で見たらねもう2度見3度見しちゃいますよもうずっと見ちゃいますね、うん、まだね私この赤色このプレミアムガーネットメタリック、まだこちらのブラックスタイルしか実際生で見てないんで、うん、これからね今日また違う店舗にミッドナイトブルービームメタリック、そちらのブラックスタイルがあるということなんで、そちらを見に行こうかなと思います。はい、またそちらの動画もねもしかしたら別の動画としてご紹介するかもしれません。うん、皆さんあの CM はもうご覧になりました？うん、あの ZR-V の新しい CM、 もうね CM の方が出てからもう1ヶ月以上経つと思うんですけども、うん、あれ見た瞬間めちゃくちゃかっこいいと思いませんでした皆さんあれね私めっちゃかっこいいと思いました。うん、あのマネスキンの曲がめちゃくちゃあの CM に合ってますよね。うん、あの疾走感とあの音楽、うん、めちゃくちゃ合ってるなと思います。 ZR-V に似合ったやつ。そう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 、このね ZR-V っていうのはスポーツ SUV っていう形の名前がねありますんでね、うん、まあ、そういった方向性的にあの疾走感、あの躍動感、そしてあの音楽、あれがね全てマッチしてるんですよそしてあのブラックスタイル、ミッドナイトブルービーメタリックのブラックスタイル、めちゃくちゃかっこいいあれね本当かっこよくないですか。まああの CM で決めた人とかもいるやろうね。あれねもう初めからあの CM でも良かったんじゃないかなって私は思うんですけどね。皆さんどうですかね。うん、まあ初めの曲はレオ今井さんっていう、うん、あれの井上陽水のカバー曲ですね。東へ西へっていう曲でした。頑張れみんな頑張れってやつですよね。うん、うん、私たちね世代的に若干ちょっと違うんですよねあの曲も好きな方は結構いらっしゃるんですよ。うん、そうミュージックビデオとか見ててもコメント欄で、うん、あの曲をセンス、レオ今井さんの東へ西を選択されるあのホンダのセンスは脱帽するみたいな感じでね、うんうん、あれが好きっていう方もかなりたくさんいらっしゃるんですけども、うん、私個人的にはですよ、個人的には今回のマネスキンの曲の方が合ってるなと思いますね。映像といい、うんうんうん、あの躍動感、チナポンもそう思いません？好み的には今回の方がいいよ。かっこいいよね、うん、なんか前はなんか重たいというか頑張れ頑張れ言われても何を頑張るのかよく分からなかったみたいなねちょっと重たかったね、うん、別に嫌いとかそういうわけではないんですけども、うん、そう、初めの CM も別に悪いっていうわけではないんですけどね、まあ、結構肯定的な意見でかっこいいかっこいいっておっしゃる方も結構コメント欄でたくさん見ましたんで、あれはあれで受けは良かったと思うんですけども、まあ、どっちが
今のマネスキンの曲とどっちが私がタイプかというと、今の方が映像的にも音楽的にも、あの疾走感的に今のがかっこいいかなと思いますよね。 ZR-V のこうスピード感がよくより出てるからでしょ。そうあのサーキットを走ったりとかね、うん、ちょっと山道を走ってるような感じ、ね、あれが非常に合ってるんですよね。今回高速とか乗ってみて本当に走りの良さが分かったから、うん、その走りをなんか第一に出してくれてる映像って感じだったもんね。あ、そうだね、うん、あれめちゃくちゃかっこいいです、うん、まだご覧になられてない方ぜひね、YouTube とかでも上がってますんでぜひ見てください。見て恋してほしい、うん、ZR-V に。そう、あれ見るとね、ブラックスタイル欲しくなる方結構多いと思うんですよね。あ、ブラックスタイルだけじゃなくても、うん、ZR-V 欲しいと思われる方結構多くなりそうな気がするんですけどね。うん、だから ZR-V ってね、初め好みが結構分かれたんですよね。うん、見た目の好みがあんまり好きじゃないっていう方も中にはいらっしゃったんですけども、うん、あの CM 見たら結構皆さんかっこいいと思われる方増えるんじゃないかなと思ったりするんですけどね。ファンが増える。まあ、結構ね人気で売れてますけども、こちらの ZR-V、うん、もっとねさらに上位にね、売上販売台数ランキング的に上位に来てくれると私たちオーナーとすると嬉しいですよね。この喜びを分かち合いたい。そうそう、皆さんは ZR-V オーナーの方とつながりたいですよね。うん、今回試乗動画なんですけども、少し雑談動画っていう形でもありますけども、こちらね ZR-V 走りはね文句なくめちゃくちゃいいです、うん、ね、ね、本当に不満っていう不満ないですよね、こちらの ZR-V、うん、本当にいい車なんですよ。ぜひね、まだ試乗されてない方ぜひ試乗してほしいです。確かに乗ってほしい、うん、ちょっと最近私勉強がてらに輸入車をちょっと試乗させてもらってるんですよ、うんうん、ここ最近で言ったらフォルクスワーゲンの T6 であったりとか、あとはミニクーパーとかですよね、うん、そちらとかをちょっと試乗させてもらってるんですけども、まあ、今まで過去に乗ったのはアウディであったりとか、あとはプジョーとか、うん、ね、乗らさせてもらいましたけども、うん、まだねベンツとか BMW とかそういったのはまだ乗ったことないんですよね、うん、なかなかちょっと敷居が高いと言いますか、うん、価格帯がねちょっとあまりにも ZR-V よりはかなりね値段が上がってしまうんで、あまりそれと比較してもどうかなっていうのもあったんで、輸入車でもまだ比較的この ZR-V と似たような価格帯の、まあ、T6 であったりとか、またミニクーパーはね SUV とは違ってきますけども、まあ、価格帯的に、まあ、若干上にはなってくるんですけども、まあ、似たような感じの価格帯っていうことでね、うん、試乗させてもらって、一体ねこの ZR-V とどっちがいいんだろうとかって思ってたんですよ、うん、やっぱりなんかお金持ちの方って最終的に行き着くのって結構輸入車の方多いですよね。あ、うん、やっぱりベンツであったりとか、やっぱ最終的にベンツに行く方多いですよね、うんうん、まだねレンジローバーとかそういったのは乗ったことないんですけども、まあ、なんとかなってくるともう価格がね1000万とかもっと超えてきますんで、うん、なかなか比較にはならないですからね、うん、だからまだ T6 とかミニクーパー乗ったんですけども、まあ、それもグレードによりけりですけどね、グレードによるんですけども、 T6 の場合はディーゼル乗ったんですけど、そちらは価格が460万70万ぐらいですかね、うん、本体価格。ミニクーパーの方も、まあ、3ドアの新型のミニクーパー乗ったんですけども、そちらは2リットルのガソリンターボだったんですけども、そちらも価格帯的に460万70万ぐらいだったかな、うん、まあちょっとね ZR-V は高くなりますけどね。 ZR-V のこちらのブラックスタイル肉であれば今約430万円ぐらいになります。ですので若干ちょっと高くなりますよね。うん、うん、ブラックスタイルでなければ肉だったらこの ZR-V もEHV-Z であれば415万円ぐらいになってくるんですけども、うん、このブラックスタイルと比べると、まあ、若干ちょっと近いような価格帯ですよね。それとちょっと比較するために輸入車がねどんだけいいのかっていうのを比較してみたんですけども、撮影はちょっとしてないのでその動画はないんですけども、実際ね T6 乗ってみたんですよ、ディーゼル、うん、正直言っていいですか。どうぞ。正直言いますよ、T6 よりね全然こっちの ZR-V の EHV-Z の方が全然良かったです。走りが、もう走りが、ま、内装とかエクステリアっていうのは置いときましょう、はい、やっぱり輸入車はやっぱりエクステリアとか凝ってますよね、高級感あります正直言って、
内装とかもね高級感とかありますけども、走りの面だけ撮っていますね。はい、走りの面だけ、走る止まる曲がるとかそういった面で言うと全然ねこっちの ZRV の方が良かったです、正直言って。その T6 のディーゼル乗ったんですけど、そちらはねうるさかったんですよ。ディーゼルのカラカラ音といいますか、エンジンかけた瞬間からああうるさいなと思っちゃったんですよね。本体価格460万ぐらいとかしたんですけど、あれこれマツダの630とか65とか660とか、まあ、そういったののディーゼルの方がこれちょっと比べたら静かじゃないかなって思うぐらいの感じだったんですよ。そうなんや。ただねその試乗させてもらった時が、まあ、今みたいな真夏だったんだよね。もうエアコンとか結構効いてたような状態だったんで、エンジンがフル稼働してるような感じだったんで、まあ、それでね余計にうるさかったのもあったのかもしれませんけども、でもある程度走っていっても結構うるさいなっていうのは感じましたね。滑らかさっていうのもやっぱ全然違うんですよ。まあ、T6 の場合ディーゼルエンジンっていう形だったんでハイブリッドではなかったんでね、だからやっぱりギクシャク感っていうのは若干あるんですよね。何秒アクセルを踏んでもなんかちょっとギクシャクするような感じ、そういった感じがあったりとか、そのブレーキの感じ、ブレーキのフィーリングもそこまでカックンブレーキまではならないんですけども、やっぱり扱いが若干この ZR-V と比べるとやっぱり綺麗に止まりにくいかなっていう、まあ慣れなんでしょうけどね、慣れなんでしょうけども、まあ、ちょっと踏む感じではこちらの方がブレーキフィーリングは素晴らしいなと思います。本当に軽く踏んだら軽く止まってくれますし、この ZR-V 強く踏めば強く踏んでくれます。かといって全然カックブレーキにもならない、過不足さっていうのは全然ないんですよね。ブレーキの納得のいく、そうブレーキのフィーリングも全然こちらの方が良かったです。さすが走りのホンダ。でやっぱりこちらはね EHV のハイブリッドになりますんで、静粛性っていう部分では明らかにこちらの方が静かでしたね。まあねそらね、フォルクスワーゲンの T6 も結構ゴツゴツとした段差拾うんですよね。ZR-V よりも若干なんかサスペンション固めかなっていう感じもあったんですけど、まあちらはねモード切り替えによってサスペンションとかもね変わったりとかするんで、まあ、そこら辺は羨ましいなっていうところあったんですけどね。そうスポーツモードとかノーマルモードとかそれの切り替えによって、まあ、オプション設定でありましたけどね、オプションでそれがついていればそういったモード切り替え、スポーツモードだったら結構しっかり固めになったりとか、ノーマルモードだったらちょっとソフトな感じの乗り心地になったりとか、まあ、そういったのの選択ができたんでそこら辺はいいなと思ったんですけどね。残念ながらこの ZR-V にはイーコンモード、ノーマルモード、スポーツモード、あとスノーモードありますけども、どれもねハンドリングの制御とかも変わらないんですよ。ステアリングの硬さっていうのも別にね特に変わりませんし、あとはサスペンションの硬さとかも全然変わらないですよね。ただアクセルレスポンスが変わるっていうだけですよね、この ZR-V の場合。だそこら辺が、まあ、まあやっぱり価格を上げればそういったのもねつけれると思うんですけども、やっぱりこちらは価格的にお求めやすい価格で作ってると思いますんで、そこら辺はね入れてないと思うんですけども、まあ、そういった差っていうのはあったんですけど、まあ、でもトータル的に考えてみると明らかにコスパはこちらの ZR-V の方がいいなと思いました。一応ね T6 とかミニクーパーとか新型のミニクーパーも見積もり出してもらったんですけど、それがね別に特別なんかめちゃくちゃ高いオプション入れたっていうわけじゃないんですけど、もうディーラーさんにある程度任せて作ってもらったんですけども、そしたらね2台とも約600万いきました。込み込み価格600万ですよ。高い、600万高いなと思いましたね。だからフォルクスワーゲンの T6 でボディコーティングとかすると25万円とか言われましたからね。手出せないね。25万円はちょっと高いですよね。だこれってキーパーラボとかそういうキーパーコーティングとかって考えてもいいんですかとかって聞いたんですけど、まあ、そしたらもうほとんどの人がもうディーラーでされるっておっしゃってましたね。25万円とかでも、なかなか断りにくいような雰囲気ありましたよ。そっか。でなんかねその25万円とかのコーティングをしてるとなんか残価設定かなんかの時になんか 10% がなんかプラスになるのかなんか、なんかそういったような話もされてましたけど、ちょっと間違ってたらごめんなさいですけども、だからまあつけられる方多いですよって言ってましたね。
うん、ミニクーパーもね、ボディコーティング、あれも18万とかだったんですよね。やっぱ高いですよね。高いね、うん、あのボディの大きさで18万とか結構高いなと思いました。うん、あとは維持費とかも結構高いですからね。そうだね、うん、まあ、輸入車のね、やっぱりエクステリアとかこだわりとかはやっぱりありますけどね、そういった高級感っていうのはやっぱり感じるんですけども、走りだけを撮ってみるとやっぱりこの ZRV の方が全然いいなっていうのは思いました。うん、うん、まあでもそれはどこを撮るかですよね。やっぱ T6 の見た目とか、まあ、ミニクーパーはやっぱり唯一無二っていう形のシルエットしてますんで、あの見た目が好きっていう方であれをね選ばれる方も結構多いと思うんですけども、ミニクーパーはね走りがすごい楽しかったですよ。本当にゴーカートフィールドっていう感じでね、すごい楽しかったです。で、内装の質感もねめちゃくちゃおしゃれでした。あれはねやっぱりこういった国産車にはないようなおしゃれさありましたよ。あれはすごいミニクーパーいいなと思いましたけどね。これやっぱり600万とかしますからね、高い。輸入車ってね、やっぱりドアがね、めちゃくちゃ重たかったです。全部。そのね、ミニクーパーも T6 もめちゃくちゃ重たかったですよ。バフっていう感じがね、めっちゃ重たくね、剛性感すごいなっていうのを感じました。重厚感的？なかなかね、国産車のこういった SUV、コンパクト SUV とかではなかなかないですよね、あの重たさっていうのはね。ちょっと女性とかからしたら重く感じるってことじゃん。女性の方だとね、だいぶ重たく感じると思います。扉開けるのでしょ？そうそうそう。男性の私でも若干初めての体験だったんでね、うん、あ、結構こんな重たいんだっていうのは思いましたね。軽い方が好きだけどな。まあ軽いとね、なんかパフみたいな感じでね、ちょっと安物っぽいって言いますか。でも荷物とか出し入れしやすいよ。うん、まあ、密閉感とかね、そういったのはあるんでしょうね。遮音性とかね、遮音性のところには関わるかもね、うん、車体の剛性感はすごいあるなっていうような感じましたね、うん、ただ車の走りだけに関しては、うん、この ZRV はもう文句ないです。もう輸入車と比べても全然価格が高いね、うん、輸入車と比べても全然良かったです。こちら選んで良かった。そう、選んで良かったです。うん、アウディもね SUV とか乗りましたけども、アウディの SUV とかよりもこちらの ZRV の方が走りはいいですね、正直言って。ホンダの走りが好きだから。いや、それだけじゃないですね。もう全てがね、やっぱこの E1V が素晴らしいんですよ。これがね、やっぱ滑らかなんです、めちゃくちゃ。あ、アクセル踏んだ瞬間から滑らかにスーッとね、氷の上を走っていくような感じで滑らかに走っていくんですよ。これがね、どっからでもそうなんですよね。初速からもそうですし、途中からアクセル強く踏み足してもそれでもね、スーッとまたねスピードが乗っていくんですよ。ぎこちないわけじゃなくて、自然な流れで。そうぎこちなさが全くないんですよね。ほんと滑らかです。それが好きなんだね。うん、でハンドリングもね、応答性もめちゃくちゃいいんですよね。うん、このアジャイルハンドリングアシスト入ってますんで、曲がりたい方向のね前輪のブレーキにかかってすごい曲がりやすくしてくれるんですよ。こういったところも非常にいいなと思います。でかといってね、ただの EHV EV 走行って言っても、こちらはねホンダ独自って言いますか、これがエンジンサウンドの方がステップアップシートみたいな感じでブーンブーンブーンっていう感じでね、うん、音も鳴りますんで、うん、ただの EV 走行っていうか、そういう感じじゃないんですよね。そう、静かに走ろうと思ったらひたすら静かにも走れますし、アクセルを強く踏み込むとブーンブーンブーンっていう感じで音も鳴りますんで、そのサウンドが気持ちいいな。その両方を楽しめるんですよね。でもそれでも滑らかにずっと走るんですよね、力強く。そこら辺がやっぱり普通のディーゼルであったりとかガソリン車にはないところですよね。そう、輸入車ってほとんどストロングハイブリッドってありませんからね。ワイルドハイブリッドとかはねあったりとかしますけど、うん、まあ、ルノーとかにはねストロングハイブリッドありましたけど、まだそちらは乗ったことないんですけども、まあ、あんまりないですからね。まあ、EV かガソリンとかディーゼルとかっていう感じですよね。最近輸入車とかもね、やっぱりディーゼル車っていうのは減ってきてるみたいですね。そうなんや。T6 でももうなんかディーゼル車なくなるみたいな感じでなんかおっしゃってましたよ。やっぱりディーゼル車って若干ね、ちょっと音がうるさいっていうのはどうしてもありますからね。まあね、音してるね、うん、確かに。やっぱりアクセル踏み込んだ時の初速がね、ちょっともっさりするんですよね、ディーゼル車っていうのは。スピードが出てからの伸びのぐんとしたね、爆発力っていうのがあるんですけども、初めがちょっとぎこちないんですよね。
ガソリン車の方がスムーズに出発するかなっていう感じです。これがね、まあ、価格的には ZR-V もね、値段が2回上がりましたよね。うん、初めに1回10万ぐらい上がって、つい最近7月ぐらいかなに15万ぐらい上がったんで、トータル25万ぐらい発売当初よりは価格上昇してしまったんですけどね。高いね、まあ、最近どんどんね、いろんなものが物価が上がってますんで、まあ、そこら辺はやむなしっていう感じなんですけどもね、うん、まあ、でもそれでもこのブラックスタイル約430万円ですよ、うん、まあ、オプションね、ほとんどつけるものって少ないですからね。ほとんど込み込みっていう感じで、いろいろオプションも初めからついてますからね。あ、Z グレードだったら、だから私たちもね、ほとんどそんなオプションってつけなかったですよね、うん、フロアマットとかも純正品を買わなければ結構安くに済ますこともできますしね。そうそう、どっかで抑えるってことはできるよね、うん、でドライブレコーダーとかも、私デジタルインナーミラーつけたかったんで、うん、デジタルインナーミラー一体型のドライブレコーダーつけましたんで、まあ、そういったのもね、選択肢にありますし、こちらの試乗車にはドアバイザーついてないですね。あ、結構試乗車とかってドアバイザーついてる車多いんですけど、こちらついてないんで、やっぱりすっきりしてますよね。うん、私たちもつけなかったです、今回は。そう、先代のベゼルの場合はドアバイザーつけてたんですけども、そんなにねタバコ吸わないんで、そこまで必要ないかなという感じで、風切り音がね、うん、若干気になる部分とかもありましたんで、あとは見た目のねスッキリさっていう部分で、うん、今回ドアバイザーつけなかったんですけども、うん、私個人的にはドアバイザーつけなくて正解かなと思いました、うん、まあ、それはね使い方によると思いますけどね。まあね、うん、まあ、雨の日とかはね若干やっぱあった方が便利は便利ですけどね。野外の駐車場とかでね、料金支払うとき便利だもんね。あ、そうですね、少しでも、まあ、そんなに換気をねされない方とかだったら、そこまでドアバイザーがなくてめちゃくちゃ困るっていうのはなかったですね。確かに、なんかついてて当たり前だと思ってたけど、うん、なくても別に問題はないよ。そうそう、私たちもね納車されて数ヶ月経ちますけど、そんなにねめちゃくちゃ困ったかって言われると、まあ、なくても全然いけてます ね、 うん、うん、つけといたらよかったっていうことはないね。それはないですね。後からつけようとは思わなかったですね、うん、だから今後も新しい車に乗る場合もうドアバイザーはつけないかなと思います。うん、やっぱ見た目すごい好きですんですよね。視覚が少なくなりますよね。ね、うん、視界が広がる。そう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 、確かに。あ、これやっぱ光の当たり方によって結構ブラックですね今ね。結構ブラックだ。ここら辺全部ブラックって感じですよね、ほんとね。本当だ。ね、これかっこいいな。大人の黒。どうします、これもう乗って帰りたいですね。返してくださいきちんと返してくださいね。自分たちの ZR-V 置いてこちらの ZR-V 乗って帰りたくなっちゃいますね。ダメだよ。忍者今度乗り換えるときやっぱり室内ブラックとかにこだわる。あ、ちょっとね考え方変わりましたね。今白の外装は白だから今度黒がいいって言ってたけど、うん、じゃあ全部オールブラック、うん、あとかもいいかもしれませんよね。ブラックブラック、うん、うーん。でね、ミニクーパーの新型乗ったんですけども、あれね車内がね室内のカラーは白っていうのもあったんですよ。結構シートとかここら辺とかも全面的に白っていう感じなんですけども、逆にルーフレールだけブラックなんですよ。それが珍しいなと思いましたね。室内がそういった明るいので、この屋根の部分が引き締まるブラックっていう感じ。あ、こういった使い方も結構かっこいいなと思いましたね、うんうん、今回の平均燃費は 16.1 キロでした。カタログ燃費が 22.0 キロなんで、まずまずといったところでしょうか。さあ、こちら我が家の ZR-V 戻ってきました。戻ってきました。こちらはブラックスタイルではなくノーマルの EHV-Z です。ですのでグレージュっていう感じですよね。そうだね、うん、薄いグレージュみたいな感じです。やっぱり雰囲気全然変わりますよね。同じ車と思えんね、うんうん、さっきまでねブラックスタイル乗ってたんですけど、別の車かなっていう感じぐらい感じますよ ね。確かにブラックスタイル、そうだね、うん、キュッと締まってる分、そっか、うん、今この画角を見ると確かに圧迫感になるのかもしれない、うん、あ、見た感じがね。そうそう、うん、乗ってる感じではそんなはないんだけど、うん、そこまでやっぱり締まる色としてね、うん、膨張色とでは全然違うね。そうですね、うん、まあ、そこら辺は本当は好き嫌いが分かれるかなっていうところあるかもしれませんね、うん。で結構ねブラックスタイルのブラックだと
もしかしたら夏場暑いかもしれないよね。そうだよね。もう今外気温38度ですよ。なかなか冷房もね効かなかったですけど。効かなかった、うん、ブラックブラックにしたらもっと効かん。暑そうですよね。なんかな、オールブラックは真夏暑そうですね。なかなか冷房効きそうにないよね、うん、かっこいいけど、まあ、うん、そこら辺はね夏場は仕方ないかもしれませんよ ね、 ね、難しい、うん、まあでもね私ブラックスタイル今日乗りましたけど、うん、あれはやっぱりいいなと思いましたね。ブラックで引き締まった感、うん、私はそんなに閉塞感っていうのは感じなかったんで、うん、まあ、暑さがね若干気になるかもしれない。まあそこら辺どうなのか分かんないですけど ね、 あね、うん、まあ、ちょっと暑さっていう部分では確かに感じるかもしれませんよね、うん、こもってる感を感じるかもしれない、うん、冬場とかだったらね全然感じないと思うんですけどね。もうでこちら内装色は丸になります。ちょっと紫がかったようなブラウンっていう感じですかね。ちょっと赤みがかってもいますよね。今の日の光だと黒いのかな、うん、あまり分かりづらい、まあ、ここも好みかなっていう感じですね、うん、私たちはなるべくね内装色は明るい色っていう形でこちらの丸を選びましたけど、うんうん、黒か丸しかなかったんだもんね、うん、でも今日ベゼルのプレイのグレードが展示車で置いてましたけど、あったね、あれの内装色グレージュ良かったですね。爽やかやったね。爽やかでおしゃれでしたよね。うん、あれ憧れてたんですよね。なんかパーッと明るく感じた、うん、あれもね本当に購入しようかなと思ってましたからね、うん、ベゼルのプレイのグレージュっていうのはね、うん、あれも非常に素晴らしい色かなと思います、うん、おしゃれな色でしたよね、うん、先ほどミッドナイトブルービームメタリックのブラックスタイル見てきましたけども、うん、ちょっとね残念ながら撮影の方が許可おりませんでしたので、そうそう撮影はできませんでしたけども、まあ、実際生で見てみて初めて、いやかっこよかったですね。よかった。結構こういう昼間に見るとブラックっぽい感じもしましたよね。そうそう、まあ、夜だったらよりもっとブラックっぽくも見えると思うんですけども、うん、多分もうブラックにしか見えないと思う、うん、夜だったら屋根があるところで見るとネイビーって感じでしたね、うん、だからあれはねかっこいいなと思いました。まあでもなんかやっぱり、うん、そうネイビーだからやっぱりかっこよかったよね、うん、大人な色合いの。そう本当見え方によって光の当たり方によってはもう本当にブラックっていう感じでしたし、ちょっと曇ったところで見るとネイビーっていう感じでしたね、うん、CM 色になるのがわかる気がしたね、うん、あれわかるね、うん、あれはめちゃくちゃかっこよかったです ね、 ね早速納車の人もいたもんね、うん、めっちゃ羨ましかったね。ちょっと ね、 あれねめっちゃピカピカに磨いてもらってたね、うん、あれは羨ましかった、うん、ちょっとねそれを皆様にお届けしたかったんですけども残念ながら、うん、ねちょっと撮影ができませんでしたけども、はい、あれはちょっとおすすめですね、うん、ミッドナイトブルービーメタリックのブラックスタイル、うん、あれめちゃくちゃかっこいいですね、うん、やっぱり私たちの隣にね白の私たちのこの ZRV 並べてみましたけど、うんうん、並べてみるとやっぱりちょっと真っ白だとのぺっとしてる感がちょっとありましたよね、うん、ぼやけてる感はね、うん、引き締まった感っていうのが若干薄れるかなっていうのがあったんで、そうそうそう、やっぱりブラックスタイルにちょっと憧れちゃいましたね。まあシュッとしてる感じだったもんね、うんうん、そう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 、うん、まあ、このホワイトは膨張色っていう形で大きくは感じましたけどね、うん、そうそう、うん、あんまり同じ車な感じはやっぱ色によってやっぱ違うね、うん、見えないね。そうだね、うん、やっぱりかっこよさっていう感じで撮るとミッドナイトブルービーメタリックとかブラックとか、そう暗い色だね、うん、グレーとかですよね。そうだね、そういった感じがかっこいい感じかなと思いました、うん、ホワイトはもう爽やかっていう感じですよね。そうだね、うん、それに尽きるね。そう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 、まあ、あと汚れも多少目立ちにくいかなと思いましたよね白はね。そうホコリとかがね、うん、濃い色だとどう目立つかなみたいな、うん、そうですね、うん、でも洗車の違いはあるかなと思いますけどね、そういった濃い色ピカピカにね、うん、この間私たちもこのホワイトで洗車してみたんですけども、白はあんまりなんか洗車してもそこまでめちゃくちゃ変わって見えなかったですよね。光沢感がそこまであるわけじゃん、メタリック系じゃないからね、うん、そう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 、うん、プラチナホワイトパールなんですけどもそんなに光って反射したっていう感じじゃないですからね、うん、だからそこら辺は洗車しがいがあるのはブラックとかねそういった濃い色がいいのかなと思いましたね、うん、まあ、今回試乗レビューっていうよりもちょっと雑談会みたいな形の方が強かったかもしれませんけども、うん、本当に輸入車とかと比べてもこの ZR-V はめちゃくちゃいい車なんで本当におすすめです、うんうん、私たちも納車されてからもう8ヶ月くらい経ちますけども
めちゃくちゃ満足してるよね、うん、この前の長距離旅行でほんまに思った。うん、この車選んで大正解だったと思います。はい、今回念願だったこの ZR-V のブラックスタイル乗ることができて、はい、幸せな気分味わうことができました。はい、めっちゃ幸せでしたね。乗りたい乗りたい言ってたね。そう、もう本当にこれは憧れてましたからね、ブラックスタイル。うん、自分たちも最後の最後めちゃくちゃ悩みましたからね、ブラックスタイルにするかどうか言ってたな、うん、ほんまに。いやー、このねルーフレールがブラックっていうだけでこんなに気分が変わるもんだなっていうのは本当感じましたね。うん、ずっと変わってるよ。うん、で外の夜にてねエクステリアも見ましたけど、めちゃくちゃかっこよかったね。うん、本当かっこいい、こだわりたい、買った。男性の方はねこのブラックスタイル好きな方多いんじゃないでしょうか。今日は、うん、ブラックスタイルへの強い魅力というか、うん、憧れというかいっぱいお伝えしたね。そうですね、うん、熱く語ったよね。熱くちょっと語っちゃいましたね。家の ZR-V が嫉妬するかもしれないけど。本当ですね、うん、めちゃくちゃ熱く語っちゃいました、うん、それぐらいね私好きなんですよこの ZR-V。うん、もう今から購入するんだったらね私ブラックスタイルにすると思います。あ、ブラックスタイルのブラックブラックにしようかな。ブラックブラック、あでもミッドナイトブルービーメタリック、あれのブラックスタイルも捨てがたいですね。 CM のね、うん、まさに ZR-V の、うん、また悩んじゃうかもしれませんね。うん、それでは今回の動画を少しでも楽しんでいただけたならグッドボタンよろしくお願いします。お願いします。今後も私たちのチャンネルではいろんな新型車の試乗レビューなども行っておりますので、ぜひこの機会にチャンネル登録をして次回もご覧になってください。それではまた次回の動画でお会いしましょう。またね。またね。